さあやってきましたよ、カンピンタンさんチャンネルジャックしに来ました。シスターさっちゃんよろしくお願いします。で、あれやな、前回来て、そのだから4枚、先週ぐらい、そうだで、はい、そのケツをかまほられて、うん、何枚18枚プラスキビレ1みたいな。キビレもおんのや、そこキビレいます、いましたね、はい。で、それでなんかインスタ見て、うん、なんかその何、何説明をやっててんけど、ちょっとわからんもん、汚いで、ね、で、ちょうど来てくれたもんで、それをやってくれた、はい、そう、実況編で。ああ、なるほど。で、なおかつ、はい、ホワイトボードを持ってきたんで、はい、これでね、絵を描いてもらって絵心、ちょっと気になるけど超ないですけどね、今その多分、つってこれを描いてくれた方がわかる。わかりました、わかりました、はい、で、つるたびにこれ描いてくださいわかりました。で、ね、いろいろ質問したりとか、はい、まあ、ライブ配信もするし、はい、そうやね、はい、お願いします。わかりました。状況はあれですよね、まあ、もうどうですか、もう桜も満開になって、はい、で、まあ、春、ね、のっこみ、まあ、先日ものっこみの魚が、ね、結構かかじってたと思うんですけど、あ、まあまあ、でも気温差もあるんで、日村があったり、場所村があったりも、ね、なかなか、ね、今日はなんか楽しいね、動画が作れたらなと。まあまあ、死ぬの顔を見れたら、はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。はい。さあ出世。行くぞ。ああ。到着しました。では準備してやる前に、まずこれしてちょっと、うん、ちょっと除菌したってくれる？はい。触るとこ、手が触るとこね。はい。あ、あとはもう環境はもうこの密室じゃないし。最高ですね。はい。その一番向こうにあるのはそれ何なの？これです。それ。これ玉ないです。あ、えー？はい。って栄養つ、栄で突っ込んでしもた。プロトタイプなんですけど。めっちゃかっこいいやん、これ。そうです、ね。竿かと思っとった。僕としてはまだいまいちなんですけど。なんで？どの辺が？太さっすね。太さ。バランスっすね。あ、そんなん気にするのよ。バランスが。ちょっと。すごいのか。作り直します。あ、そうなの？後ろバランス変えれないんですか？これ、バランス変えれるように。はい、あれ、画期的やったよ。びっくりしたもん。最大の特徴ですよね、バランスが変える。そう、あー、あのグリップや、俺のあのついつくやつ、それフランク触ってるみたいな感じが、やばいやつや、はい、これ皆さん、このグリップ、これすごい模様なんやけど、手に吸い付きます。タイフォンカラーと。タイフォン、タイフォン、はい、タイフォン、大根じゃない、タイフォン、タイフォン、フォンで、グリップエンドはまあこれは今ノーマルの状態ですね。セット出荷時、これはもうついてるやつ、ノーマルで。そうです。で、ここにウェイトリングを入れてもらって、はい、まあ後ろ重心にして。何種類あるの？3枚まで挟めますね。あ、挟むんや、これ、はい、ここにリングを、これを変えるんじゃなくて、あー、ワッシャーみたいなやつがあるってことや、はい、へー、あ、ほんとほんと入ってる。あー、これがワッシャーみたいな。こんなん、イカダの上でこんなんバラさすなって、また苦情くるわ、ね、大丈夫です。へー、はい、そんな感じですわ、バランスが早で。そうですね、自分に合った。だから団子釣りやったら別にこう前に傾いててもいいですよね、うん、そうそうそう、
だけど前方とか広角主体で竿を立てた状態で釣り込むようで1本使うなら後ろにリアバランスでやる方がまあ楽やな、やりやすい、はい、で持ったか自重は結構竿あるんですよ実は。あんのこれ竿の自重は重たいんですよ。やけどバランス取ってるんで持ち感は軽いんですよ。あーそっち行っとんのか。そうそう、どうしてもこのブランクスがあの特殊なブランクスで、ブランクス自体もちょっと重いんですよね。へー、で自重はあるんですけどバランスが取れとるんで、まあ、持ち感は軽いっていうような竿になってるんですけど、ね、俺これがもう一番衝撃やった。そうですね、これはすごい僕が何度もこれにすごいこのグリップもかなりこだわったんですよね。これやばいよな。あの細いとやっぱり見た目はすごいシェイプは綺麗なんですけど、そうこの太さっていうのが握り込み、もうちょうど僕なんさ、ここが細いと、はい、小指、薬指でグッと握り込む力を入れやなあかんので、あーそれなんかふわっと握っても大丈夫やし、そうそうそう濡れても滑らんのさこれ。だからこの薬指と小指が乗っかるポイントにの厚みをすごい、これは何度もテストしました。いくつもグリップを使って、でここがもうこの、要はカーボンブランクスが貫通してるので、ここに直接指が当たってるんで、ここでその当たりが取れる。エビなんか使ってたのかなって当たりがある。ある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 でしょ、カツンでくるやつ。それがはっきり開けるポイントがここのブランクタッチポイントって言うんですけど、ここ溝みたいになってて、はい、剥き出しになってるんでしょ。ここを触ってます。で、まあ、ここも指にフィットするテーパーって加工してある、はい、あるような感じですよね。はい、細く見てなくても合わせられる、はい、うん、そうですね。だから糸をダルンってしてたらもう穂先に出てないじゃないですか。 うん、それをまあライン通じて拾うみたいな、あ、なんか今ちょっと触ったかなと思って、で、張りに行って合わせる、そんな感じのこともできちゃう。で、僕が今これ手に持っているのが、ネプチューン、ネプチューンっていうロッドなんですけど、はい、全長が158、ちょっとね、ビーストよりも柔らかいんですよ。そのビースト僕触ったことないもん。これ、あ、はいはい、黒子で言うたらどれぐらいになるんですか。ラガーとかその辺の、あの高いのは触ったことないです。ああ、でもラガーやったら柔らかい。ラガーだとかオーチヌ、あ、オーチヌ系やったらその辺のバットが結構強いタイプ。あー、いいな。曲がりがちょっとこのロッドは曲がりが結構こう、あー、すごい、わかります、折れそう、先だけ結構入る。ファーストテーパーなんですよね。あ、だからスパーンとかけに行く、この振り抜いてかけに行く時のパワーはここがすごく持ってて、はい、かけた後の魚をこういなすっていうかね、浮き上げてくるしなやかさを持ってるんで、まあ、手で言ったら穂先は指先とか手首がしなやかにこう、これ水深深いとこはどうなん、いけます？全然いけます、全然いけます。この間もちょっとあのどのサーブ、あ、こっからめちゃくちゃ硬いんか。そうっす、こっからはもう硬いんで、あ、ほんならもうバコン行ったってもええんや、はい、そうっす。で、これはまあネプチューンで、はい、ちょっと柔らかめ、どっちかといえば、うん、これ柔らかいの？そうですどっちかといえば、テクニカルなことをダンゴ釣りやったりとか、こう広角でふわーっとこうテクニカルなことをやるように作ったロッドで、ビースト、ビースト、あ、これが有名なやつやな。こいつはもう最強、最強なんやのロッドです。で、まあ、あのユーザーさんとかおうちぬでかいちぬね、はい、やられてる方からもう絶賛してもらってるロッドで、もうとにかく魚主導権握らせやんって。でも硬いだけじゃなくて、こいつもやっぱり、あ、ほんと入るんや、この部分はすごい運動してくれるんですよ。だからかけた瞬間っていうのは、でかいやつをグッと溜めたような動きしますよね、はい、グッグッグッて、その時にやっぱりそこから引き剥がしてくるような。ああ、ほんなら女性でもいけるな、これやったら。全然いけますね、この時ベリーが柔らかいんで。結構かかり釣り最近女の人増えてきて、ああ、はいはいはい、だからかけて立ててやってもらえばもうこの状態でキープしてもらったら、勝手にある程度この状態では抜いてきますね。バット絶対曲がらないなあ、硬そうやな、絶対曲がらないです。ああ、溜めるっていうのは、あの魚がこうグーっていく時のあの力をこの竿で吸収して止めるんですよね。それを持っていくんじゃなくて、うん、こう立てた状態でグーってこう止めるんですよね、はい、でそこがもうこのベリーが柔らかいんで、その首振りを止めてくれるやつ、はいはい、それをこういう風に運動しなくてもこう持ってれば、はい、ある程度ロッドがやってくれる特徴がありますね。そう、振りようがないよな、首魚も。そうですね。で、まあ、ねじれも強いんや、これは。ですし、はい、はい。
そんな特徴のロッド。あ、そうなんだ。あと投げやすいですね。投げれんのこれ。これは僕はその、僕は一応トーナメントも視野に置いて、はいはい、え、これトーナメントやんの？もう僕トーナメントこの2機種で。あ、これでやんの？やってるんですけど、これはやっぱ前方掘ったりとか、はいはいはい、広角ってやつですね。はい、用で、はい、はい、やってます。あ、はい。そう、なんか噂で聞いたんですけど、めちゃくちゃ飛ばすらしいですね、広角。そこまではいかんすよね、20m もあの辺まで行っちゃう。それは難しいですけど、はい。なんか話によると。ああ、わかりました。そういうのもやってみましょう。ぶっ飛ぶらしいっていうのを聞いたもんね。あの人に広角の距離加点って言うんで。はい、そんなもちょっとね、じゃあやってみましょう。はい、はい、もう一本、これはこれ一緒です。一緒なんや、はい、予備みたいな。これもビーストです。あ、仕掛けを変えて置いとくようや。今日は 3.5 号巻いてきてるんですけど。何釣るの？なんか、大阪なんか釣るの。え、他のは何号なんこれ？これが1半で、はい、で、これが 1.7 ですね。 1.7、はい、え、飛び抜けて今日動画なんで、やっぱ切られたとか恥ずかしいんでビビってます。ビビってちょっとビートのコース上げてます。いつも 1.25 ぐらいがビートしてます。シビリアンで。え、もう一回何号でした？ 3.5 号。どんだけ太い。そうだよ、巻き寿司みたいなの刺さっとるけど、あれは何？これスケールです。これがね、ハントフィッシングから出させてもらってるスケールなんですけど、これ、ね、じゃあビッグゲーム。ビッグゲームっていう意味がね、でかいやつをやるっていう意味じゃなくて、まあ、たくさん釣っても、まあ、自分なりに納得釣りしたっていう時でも、はい、僕はビッグゲーム、ね、いい釣りができたっていう意味合いのビッグゲームです。で、一応メッシュのターポリン素材 でこれ、これちょっと太陽向けてもうていい、はい、これメッシュなんですよ。裏のが見やすいから。あ、こんな感じで、ね、ほら、はい、太陽見える。メッシュなんです、ね、メッシュで、これね、使ってもらうときはまあこう丸めた状態で、はい、で、ノリかなんか入れて、そうカニカマとかはい、あー、そう、最初水につけてもらうと、はい、これ結構メッシュの間に水含むんですよ。これでイカダの上を置いてもらうと、あ、本当、結構水気あるでしょ。水気ある。だから夏場とか魚ベタ置きするよりもこれの方が魚にダメージ少ない。あ、僕は割とも釣った魚リリースする時が多いんで、はい、これは何の意味？これシックスセンスって言って、第5巻までは持ってるでしょ。第6巻、うん、釣りしててフッてひらめいて、なんかつけてパッて入れたら釣れる時ないです。ある。それがシックスセンスなるほどな。悪魔の数字とも言うんやけどね。まあ、悪魔的な要素もありますよね。そういう大学。これは何なん？これなんでこれ色？これ一応レッドラインで、まあやっぱり年なしっていうのが基準じゃないですか。はい、バスでも50アップとか。あ、そうなの、ね、バスもそうなの。50アップね。まあもう今はもう60センチ、70センチとかあるんですけど。はい。あとこれなんか重り入れれるってさ。そうです。ここ、うん、あのね、ちょうどこれ何でもまだ挟めるんですよ。例えばこれマジックテープね。はい。でこれをここに留めてもらって。この状態でこれ挟んでもらって、ああ、分かった俺。そしたら畳むんやろ。そうそしたらこの状態でずーっとこれで巻いてもらって、あ、今僕ちょっとクリップとかいろんなことやテストしてるんですけど、まあ、これで巻いてもらったらこうぐるぐるっといけば、はい、これ逆ついてますね。はい。まあ止まるか。まあまあこう止まる、うん、はい、なるほど。あ、まあ逆に紐でもええよな。何でもいいです、何でもいいです。結ぶんやったら。で、あとあのマグネットの薄いバー、はい、あるじゃないですか。はいはい、とかでよく売ってる、はい、それも挟めるんで、それ挟んでもらうとバンとちょっと重しになって風でも飛びにくい。なるほどな。このマジックテープええような入るのは、ね、ま、そうです、ま、あのくるくるっと巻いてまとめてもらうのにいいですよね。後の使い道をお寿司する時でも、ね、あの節分だとかね、絵本巻きとかしてもらう、ちょっと濡らしてもうてから、ちょっと濡らしてもうてから3ラップ1枚浮いてもうて回線巻きとかやってもらって使えます、ね、はい、一応30センチ幅あります。はい、これほんでどこで買えますの？ハントフィッシングっていうネットショップ。これの、はい、
これされとるけど、テロップ出てますね。テロップは出せるけど、はい、こちらでそこクリックからできやんで、ここをタップしてもらってタップしたら動画止まるだけ、止めますんでよろしくお願いします。お値段は3600円です。税込みです。マジ税込みで、そんなん、はい、意外にこれ軽いっていうか、と風吹いてるときは、うん、濡らしたら大丈夫そうやけどな、はい、飛んじゃうんですけど、まあ濡らしとけばひっつくんで、すごいな、はい、ぜひ使っていただけたらと。なんかこの模様もだいぶこだわったと聞いたんですけど、ね、はい、もうめちゃくちゃ写真が映えますんで、はい、はい、まあ、こんな感じで写真が映えますんでこっちあるかな帰り取らなかった、帰り釣ってもらったらね、それが貼り付けられる、あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。かっこいいな、はい、これそんで、はい、今回自分らもろたんですけど、1名様に1本渡していいですか、はい、いいです、本当にプレゼントで、プレゼントで、はい、ということで動画を見ていただいたプレゼントさせていただきます。マジでいいの、はい、高いよ。いやいやいや、いいですよ。いいの、はい、ありがとうございます。使うけどな、また抽選はね、どういう風にしていただく、はい、やるか、また考えて、はい、言いますわ、はい、はい、はい、お願いします。じゃあ始めましょうか、はい、そろそろ終わりました。実況この間の終わりました。前回のあのインタで、インスタか、インタ、インタインタの説明を、うん、今日ホワイトボードも持ってきたんで、うん、はい、釣ったら書いて、うん、どっちに心あるか分からんけど、うん、それで皆さんに伝えれば、うん、でもっとみんなに釣ってもうて、うん、楽しく、そうやね、はい、準備開始。東海地の釣り研究会、そしてトーナメンターズメちゃんとの初めての聴講でした。今回は竿の紹介でしたが、次回は団子もしくはタングステン、両方出すのか別で出すのか、まだ編集が終わっていないのでわかりませんが、そちらを出してから実況編を出したいと思います。実況編までもうしばらくお待ちください。チャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。ご視聴